とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日は、ボスをワンパンしていこうっていう企画、やっていきたいと思います。とにかく、ボスをワンパンで倒す、これを目指していきたいと思います。ちなみに、装備はこれです。覆われた怒り、ダイナモクリティカル。まあ、クリティカルはね、あんまり期待できないんですけども、入れてます。そして、ソウルダンサーのローブ、臆病無謀だね。40%、80% アップがついてます。さあ、これに、力のポーション、そして、影のブリューを入れて、やっていきます。多分、全部ワンパンでいけるんじゃないかな。あ、ドラも使うね。ちなみに、ダメージはこれぐらいです。こんぐらい。どうだろうね。倒せるかどうかわかんないけども、おそらくいけると思うんで、やってみましょう。まずは、ここから行きましょう。ムーシュルムモンスターズ。こいつは全く問題ないと思うね。こいつは全然余裕だと思います。ほらね。こいつは余裕。では次、大釜行ってみましょう。影化できないので、これを使っていきます。いけ！ほらーし！これ死なないボスいないんじゃない？ここも全く問題ないでしょう。レッドストーンの怪物、全く問題ないと思うよ。おー！なんか攻撃がめちゃくちゃ遅かったから怖かった。でもは、ワンパンですね。それでは、名もなき者行きましょう。こいつは本体がわかるまでちょっと時間がかかるので、影のブリューは多めに作っておきました。これ10秒しか持たないからね。あ、いた。行きます。よっしゃー！あ、でも雑魚がいる！はははは。じゃあ！それでは、邪悪な村人です。ここがね、ちょっと難しいと思うんだよな。2体来るからね。なので、一発目を、弓のダイナモでやります。ドラ出しで。で、2回目を、ドラを使って、影化してから、やるっていう感じかな。まあ、とりあえず最初の一発目は、倒します。で、影化して、相手に見つからないね。で、ここでドラを使って、ガシッ。はいはいはい。うまくいった。次、邪悪なレイスいきますね。こいつは出てくるまで時間がかかるので、影化のアーティファクト入れてきました。これじゃないとちょっとね、時間がね、足りないんだよね。ではいきます。こいつは一回こちら辺に移動するからね。まあ、キノコ装備してなくても大丈夫です。いけー。お、なんか若干ダメージがいつもより少なかった気がする。1億6000万だったね。いつも5億ぐらい出るんだけども、まあまあワンパンはできたんでいいでしょう。ここは難しいだろうな。まあうまいことドラを当てて、その効果中に攻撃だね。とりあえずやってみようか。ここ絶対難しいぞ。オッケー。とりあえず影のブリューはいっぱいあるので大丈夫でしょう。オッケー。で、これで、おっしゃー！まあとりあえず倒したね。こいつはね、ちょっと無敵時間が長いので、その間、消えとかなきゃいけないんだよね。影のブリューがあと2つぐらいあるのか。まあ、そんぐらいあれば、大丈夫だとは思うけども。俺ダイナモこれ切れてない？ダイナモがなんか切れてるような気もするんだけども、大丈夫か？あ、切れてなかった！ただ表示されてないだけだったわ。よかった。で、まあ、あとは、雑魚を倒していきましょう。いやいやいや、このね、表示バグみたいなのが、まだ未だにあるからね、
それがちょっと怖いな。早く修正してほしい。古代のガーディアン行きまーす。おお、見えてるの？見えてないよね。よし、行くぞ。うそ、5億で。あー、なるほどね。多分ダメージの、あの上限が来たんだな。なるほどね。それでは行ってみましょう。復讐に燃えたエンダーの心臓、さっきと同じくなんか残るような気するんだよな。あー、やっぱり毒ダメージが蓄積されない。マジか。ということはあと一発だな。あと一発か。 OK、 次だね。じゃあ二発だった。はい、クリアしました。途中でね、無敵になるボス、あれはちょっとダメージが足りないみたいだね。難しいな。これって一発最初で5億ダメージを与えて、その後3秒間で、30億ぐらいダメージを与えるんだけども、その毒の蓄積ダメージが入らないっていうことで難しいですね。でも最大ダメージを出せるのはこれだから、やっぱりワンパンするのは厳しいか。ワンパンしようとすると別の装備が必要になるのかもしれませんね。まあまあ、まだね、ダメージは上げれるのよ。実際この防具、臆病無謀ついてるんだけども、元々の 30% アップがついてません。それをつけた状態で、さらに、これにね、ダイナモと鋭利を2つつければいけるんじゃないかな。2つ3つとか鋭利をそんぐらいつければ多分ワンパンいけると思うんだけども、まあ今の俺の実力ではこんな感じでした。ちょっと残念ですね。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。